ミリアム・マケバは南アフリカ共和国の歌手でグラミー賞受賞者。ママアフリカの名前でも知られている。ザンジール・ミリアム・マケバは1932年3月4日、ヨハネスブルグに生まれた。母親はスワジ族の産後まであった。父親は交差族の出身で、ミリアムが6歳の時に亡くなっている。ミリアムが生後18日の時、母親はアンコンボチと言われる。 ビールのような地酒販売で逮捕され、懲役6ヶ月の刑に処される。ミリアムは生後6ヶ月を母親と共に刑務所で過ごすこととなった。その後、キルメルトン訓練学校の合唱部にて8年間の小学校時代を過ごす。18歳の時、ミリアム・マケバは一人娘、アンジェリカ・ボンギ・マケバを出産する。父親はミリアムの最初の夫で、ジェームズ・クバイである。 マケバは、その後乳がんと診断され、短期間の結婚生活の後、ジェームズはマケバの元を去っていった。マケバのプロとしての活動は1950年代、南アフリカのジャズグループ、マンハッタンブラザーズのメインボーカルとなり、ポスターに彼女の顔が初めて乗ることから始まる。その後、彼女はマンハッタンブラザーズを去り、自身によるすべてのメンバーが女性グループ、 ザ・スカイラークスとしてレコーディングを行い、ジャズと伝統的な南アフリカ音楽の旋律の融合された音楽を歌った。1959年にザ・スカイラークス名義でリリースしたシングルパタパタは南アフリカのすべてのラジオ局で紹介され、彼女の名は南アフリカ中に知られることとなった。1959年出演したジャズミュージカル キング・コングが成功を収める。1964年から1966年までヒューマ・セケラと結婚していた。1967年に反アパルトヘイト活動で国外追放される。同年アメリカで再レコーディングしたパタパタが全米12位を記録。1969年にギニアのセクトゥーレ大統領に招かれ3度目の 夫であり黒人運動活動家のストークリー、カーマイケルと共に、ギニアに移る。大統領の支援を受け、カンテットギネーヌと共に演奏活動を行った。ミリアム・マケバオフィシャルウェブサイト、ハットサム・ソース・ギブ・キュー・ノーベンバーズ・ハー、デート・オブ・デス、ハウエバ・ハーオフィシャルウェブサイト・ギブス・ジュー・ノーベンバー、ハット・エイ・ビン・クルマ2001、シュワルツ・バート2003、200 p208 カウフマン2006 p333 a b r ルサンズルドムンゴシハンバケイルママアフリカジョバーグオフィシャルウェブサイト w w w j o b u r g o r g z a 14ノ o v ンバー2008ユンスグレアムアビッチリーミリアム・マケバザ・ガーディアン26マーチ2012閲覧プラネットジャネットミリアム・マケバ africanmusic.org2010 年11月12日閲覧シュワルツバート 2003p213 バーグジェイソンヒューマセケイラサウスアフリカンジャズトランピターダイズエイジド78ザガーディアン https www.tguardian.com ミュージック2018ヤン23 ヒューマ・セケイラ・サウス・アフリカン・ジャズ・トランピター、ライズ・エイジド・マイナス78、ユンス・グレアム・アビッチリー・ミリアム・マケバ、ザ・ガーディアン、2018年1月23日閲覧。ありがとうございます。